ないか。
really. I'll avoid that anyway. I really don't avoid that. Really? Now I walked past it. You clearly see me walk past it. All of a sudden it still got me. I'm avoiding it, just that they're not killing it.
That made a lot of sense. I don't know how the hell that happened. How did that happen? How did he die from that? Doing way too much damage. Probably my fault, cause I ain't fucking. I'm definitely gonna have to do some training after I get out of here.
Harry. Dang. Fuck, it ain't no クリスタルまであと少しなのに仲間を踏み台にして目的を達成する王様らしい決断だよ。さあ急げ。 閉鎖されました。 友達、まだ生きてるかな？死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。 お疲れ様、ノクト。
王様は違うな。やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だった。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が。がまだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった化け物に呼ばわりした。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム正式名。あ、いずれは誰のせいだったか。なくとも、みんながお前を殺してもいいんだ。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルのその力のと王を報復するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。みんなと遊んで待ってるんだな。What the hell is he? That gun that he's throwing at that guy. Scala.選ばれしよう、ノクティス。聖石の力を蓄え、真の王の力を得よう。それが我、剣神バハムートの啓示。使命を果たし、真の王となることを期待している。聖石の中、星の魂が宿るところ。選ばれし王たるお前が、使命を果たす力を得るための場所。霊によって目覚めた六神は皆この時を待っていた。これより長き時を費やし、聖石の力を指輪に蓄えよ。その全ての力が指輪に集まりし時、真の王
完成する。それは永遠の命を持つアーテンを打ち、夜明けを取り戻す、ただ一つの力。節となったアーデンを葬る唯一の力、歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。死骸の元凶たる虫を取り込み、星に害をなす力で不老不死となった者、その汚れた身を聖石に拒まれ、大いにつくことなく葬られた愚かな男、王家への復讐のためだけに希望を眠らせ、ついに世界をも闇で覆った。Winner, he looks like an ass. 聖石に選ばれ、歴代の王に守られたお前を撃つまで、復讐は終わるまい。お前の命と引き換えに、力を解き放てば、すべてが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ。真の王の力を。If this is getting to be the end of it. そして玉座にて最後の使命を果たすのだ。